まだ結婚してないの？もう29歳でしょ？いい加減焦った方がいいんじゃない？マウンティングきた。はい、頑張ります。私はハルカ、29歳。最近疲れている。はあ。望月さん。はい。まだ結婚してないの？もう29歳でしょ？いい加減焦った方がいいんじゃない？マウンティングきた。はい、頑張ります。はあ、最近忙しくて疲れるな。なんで私生きてるんだろう。ダメだ、心折れそう。おかえり。どうした？へこんでるの。朝の満員電車にイライラするし、仕事は忙しいし、結婚も焦らなきゃいけないし、友達とはどんどん疎遠になっていくし、もう散々。なるほどな。お姉ちゃん考えすぎだよ。この世の悪いことは全てネタだ。ネタ？ああ、どんな苦痛も失敗も3年後には全部笑い話になっている。お前3年前の悩み覚えてるか？え？確かに覚えてないね。だろ、考えすぎだよ。確かに。でもなかなか今はそう思えないの。心が塞ぎ込んでいるから。ねえリン、精神的に強くなる方法ってないかな？あるぞ。え、あるの？ああ、教えてやろう。精神的に強くなるには2つの方法がある。ああ、まず1つ目、体を鍛えるだ。体？ああ。いや、体じゃなくて私は精神的に強くなりたいの。もしかしてお前気づいていないのか？精神と肉体がつながっていることに。どういうこと？健康的な精神は健康的な体に宿るんだ。毎日お腹が痛くて寝不足で風邪気味なのに、精神的にタフになれるわけないだろう。確かに。逆に健康で肉体が強ければ自然と精神も強くなっていく。そのために体を動かすことが大切なんだ。体を動かすか。ああ、筋トレは肉体を鍛えるふりをしながら、実は精神を鍛える行為なんだよ。そうなの？だから精神的に弱いと思うのなら体を鍛えるといい。なるほど。ちなみに運動がうつ病の症状を改善させることも分かっている。へえ。人間は歩きながらネガティブになることは難しいんだ。前を見なきゃ歩けないもんね。そういうことだ。だいたい精神的に弱いやつは頭であれこれ考えて体を動かしていないパターンが多い。確かに最近運動してなかったかも。そうだろう。ちなみに小説家の村上春樹さんは、朝5時から昼頃まで仕事をしたら必ず毎日1時間ランニングをしている。毎日1時間か。ああ、いいか。頭を動かしたら次に体を動かさないと人間は壊れてしまうんだ。お前は今頭で考えすぎている。そろそろ体を動かせ。わかった。そして2つ目、精神的にタフになるには自信をつけることだ。自信か。自信っていうのは何かを継続することでつけられる。継続？ああ、例えば筋トレとか絵を描くことや勉強することでも何でもいい。とにかく自分でやると決めたことを毎日継続すれば、できたという自信が自然と体から湧き出てくる。そうなんだ。どんなに小さなことでもいい。自分で決めた約束を守る、それだけだ。なるほど。精神的に強い人は何かを継続している人が多い。そうか、私も何か継続しないと。できればウォーキングを継続すると体も動かせるし、精神的にもずっと強くなれるな。確かに。じゃあ早速1時間歩いてくるね。ああ、それがいい。どうだった？うん、なんかすっきりした気がする。それはいいな。ちなみに運動のいいところはもう1つあって、疲れてすぐに眠れるところだ。たっぷり眠れば気分も良くなる。そうすれば。お姉ちゃん、いつもお疲れ様。はい、望月凛です。今回は1万人を超えるビジネスパーソンと対話を重ねてきた文筆家である千田拓也先生の書かれた無敵のメンタルを解説していきます。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。1つ目は、臆病者こそ成功する、だな。突然だが、お前は臆病者は良くないことだと思ってはいないか？そうですね、僕自身が臆病者で、好きな女の子に LINE 一つ送るのにも緊張しっぱなしですよ。それはどうして緊張するんだ？やっぱりうざがられたらどうしようとか、余計なことばかり考えてしまって。なるほどな。しかしそうやって臆病になるのは、想像力が豊かで繊細だからこそなんだ。え？著者の千田さんがこれまで出会ってきた成功者たちは揃いも揃って臆病者だったという。
頭がよく精神が研ぎ澄まされており、想像力が豊かな人間が結果として臆病者になるんだとこの本には書いてある。へー、マジですか。例えば軍隊のリーダーなんかも実は臆病者が多い。部下の命を大切にし、人の痛みが分かるリーダーが考えた戦略だからこそ部下は従うし、命を懸けて戦おうと思える。なるほど。じゃあ臆病者って悪いことじゃなかったんですね。ああそうだ。とはいえここで勘違いしてはいけないのは、臆病者だからといって全く動かないままでいると単なる意気地なしで終わってしまうということだ。臆病者であることを誇りに思い、それを生かすことで自分の才能に恩返しすることができるだろう。次は最悪クビになるだけと考えるだな。サラリーマンとして働いている人たちに知っておいてほしいことがある。それはサラリーマンにとって一番重い罰、つまり極刑は所詮クビになるだけだということだ。でもクビになったら困りますよ。確かにそうだな。しかしいくら営業ノルマを達成できなくても出世できなくても、辞表を出すだけで全て解決するということだ。まあ、逮捕されることもなければ夜逃げする必要もない。そう考えるとそんなに大げさな話でもないんじゃないか。なるほど、それは考えたことなかったです。著者の千田先生はサラリーマンとして働いていたこともあったようで、サラリーマンという立場にどれだけ感謝しても感謝しきれないと書いてある。サラリーマンは会社から給料をもらい、勉強までさせてもらえる恵まれた存在だからな。しかしその一方、もっと貪欲にそのチャンスを生かすべきだったとも書いてあるぞ。そっか、もしもサラリーマンから独立するってなると、勉強するのにも挑戦するのにも時間とお金がかかりますもんね。ああそうだ。だからたとえ希望の職種でなくとも、雇ってくれた会社に感謝するべきだ。もちろん今の仕事に耐えられず精神に異常をきたすレベルなのであれば考えものだがな、時に初心に帰って感謝の心を忘れないことも重要だぞ。次はコンプレックスを受け入れるだな。どんなに完璧に見える人にだってコンプレックスの一つや二つはあるものだ。あの20世紀最高の美女と言われていたオードリー・ヘップバーンですらコンプレックスの塊だったというくらいだからな。へえ、なんだか意外だな。そしてここからは重要なポイントだが、コンプレックスを隠そうとすれば隠そうとするほど他人の目からは明らかになってしまう。え、マジですか。例えば身長が低いことが悩みだったとしよう。慣れない底上げブーツを履いていたら見る人によっては違和感を感じるかもしれない。何よりコンプレックスをちゃんと隠せているのかどうか自分が気になって仕方がないだろう。なんだかわかる気がします。隠そうとすればするほど目立っちゃって、かえって注目されてしまうってことですよね。でもどうやってコンプレックスを受け入れたらいいんですか。コンプレックスを受け入れる方法は、徹底して逃げ抜くか、開き直って武器にするかのどちらかだ。例えば見た目にコンプレックスがあるなら、見た目で扱いの差がつくような場所に断じて足を運ばないか、コンプレックスを客観的に見つめて自分ならではの魅力について考えるなどだな。自分ならではの魅力ですか。当然の話だが、身長に関係なく魅力的な人は大勢いる。そういう人のファッションや見せ方を参考にして自分自身の武器にしてしまうんだ。コンプレックスを受け入れた時、自分自身の魅力がより輝き出すだろう。次は自分の土俵で勝負するだな。著者の千田さんは20歳までに受験やスポーツを経験し、明らかな才能不足を認め、それを受け入れた瞬間にメンタルが強くなったと書いている。え、明らかな才能不足ですか。ああ、スポーツでも勉強でも芸術でも何でもそうだが、何か一つの分野で抜きんでようとするのであれば必ず才能やセンスが必要になる。そっか、でも才能不足を受け入れるのってきついですね。いや、これは才能の格差を知って落ち込めと言っているわけではないぞ。向いていない分野で寿命の無駄遣いをするべきではないと言っているんだ。寿命の無駄遣いか。例えば努力次第で東大に入れるくらい頭がいいけど音痴な人がいたとしよう。はい。その人が自分は歌手にならないとダメだと思い込んでおり、音痴であることに悩むあまり全く勉強をしていなかったらどう思うか。自分がどうしても歌の道に進みたいならまだいいと思うんですけど、思い込みってもったいないですね。だな。自分の才能不足に悩む暇があったら、自分が活躍しやすい分野を探すことにエネルギーを向ける。それが人生を有意義にするコツだぞ。なるほど。成功者とは自分が確実に勝てると確信した土俵に立ち勝ち続けている人だとこの本には書いてある。自分の土俵で勝負し報われやすい努力を続けていれば結果は必ずついてくるだろう。
今回の授業で教えたことを実践すれば、考え方次第で誰でも無敵のメンタルを手に入れることができる。無敵のメンタルを手に入れればタフに仕事に取り組むことができ、ストレスなく過ごすことができるだろう。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。